皆さんこんにちは。こんにちは。今日はガパオライスを作っていきます。パパ、ガパオって何？ガパオとはパパもよくわからないんですけど、タイ語でホーリーバジルという意味があるそうです。ということでガパオというそうです。お風呂が沸きました。ということで、材料紹介していきます。はい、スイートバジル。スイートバジル、今日はですね、先ほど今言ったばっかりホーリーバジルというのがなかなかスーパーじゃ手に入らないので、こちらスイートバジルの方で代用ができるということなので、こちらを使っていきます。はい、あとは玉ねぎと赤パプリカと鶏のもも肉とナンプラーっていうのがこれ、ナンプラー、うん、ナンプラーですね。それ、匂い嗅いでみて、どんな匂いするの？臭い臭いちょ、もう一回、どんな匂いする？ちょっとキュッてやってみて。臭い臭い、なんでこれ。そう、ナンプラーって臭いんですよね、これね。そのまま匂うとね。ただ今日はこちらを使う、そのタイ料理にはよく使うんですね、これね。ナンプラーを使っていきます。タイのもの？タイのものなのかな。オイスターソースと高菜爪と砂糖。そうですね、お砂糖ですね。はい、ということで今日は早速作っていきたいんですけど、なんと今回パパも作ったことがありません。わー、やばいね。やばいよということで、うまくできるかはわからないですけど作っていきたいと思います。では早速調理していく。調理していく。はい、お願いします。ということで、まずは、簡単なパプリカからね、パプリカから切っていきます。まずヘタを取ってください。ヘタを取って、うん、手で取っていいよ。きれい。あ、取れたね。きれい、きれいだねスポンって取れたね。こんな感じです、取れました。だって初め切れもしなかったんだもん。そうか、できた。はい、全部できましたね。はい、今ねこちらで全部切り終わりました。はい、では続いては玉ねぎです。これが難しい。ちょっと待ってよ、皮をむいてくださいね。え、一回でむけた。はい、本当に切れたね。これお姉ちゃんできるかな。みじん切りする場合はこちらを残して、であとはそのこうどうしよう、お姉ちゃん全部切っちゃダメだね、ここまで。であとこの横に入れてもらってもいいんだけど、まあ今日は粗みじんなんでこちらでこんな感じで、こんな感じで大丈夫です。そうするとあのバラバラにならずにみじん切りができますので、最後まとまって取れるんだね。そうそうそう、だからヘタはここは落とさないんでね。はい、こんな感じです。ではね、お姉ちゃんできますよ。ゆっくりでいいからね、これ。そう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 、こうちょっとでかくてもいいです。滑るから気をつけて、ここ滑るからね。ああ、全部ちょっとまあいいか。はい、じゃあこれで、まあ、大きめでいいから今日は。全体こうちょっと押さえて、こう押さえて、目が痛くなってきた。目が痛くなってきた。パパも痛くなってきた。どんな顔してるの？今顔が見えない。どんな顔してるの？目がしょぼしょぼする。しょぼしょぼ。本当。はい。では玉ねぎ OK ですね。ということで、ではね、今野菜の方全部切れましたね。玉ねぎちょっと見せて。玉ねぎ、パプリカ、玉ねぎと、パプリカと鶏肉ですね。はい、ではこちらをね、あとはね、フライパンの方で炒めていきます。よいしょ、火つけてください、フライパン。
まずは鶏肉ですね。鶏肉炒めていきます、うん、はい、いい音。炒めてって、ほぐすようにね。できないでしょ。はい、今ね、鶏肉がちょっと炒まった玉ねぎ入れてます。はい、炒まったら、では赤パプリカ入れていきます。はい、炒めてってください。はい、では一回ちょっと火を弱めます。で、そこへですね、お酒、これだね。はい、これちょっとね、お酒入れます。いいよ、ちょっと離して。で、適量。はい、お酒を入れましてと、で、味付けていきますね。これで、では味を煮詰めていきます。はい、ではね、卵の方焼いていきます。こちらまずフライパン温めます。ガパオライスの卵は周りがカリッとした方がいいそうなので、2個ずつでいいんだけど、油をちょっと多めにするそうです。くっついちゃうの？ちょっと油を多めに引くそうです。これ重くない？いや、こう書いてあったよ。レシピには公開だったけど、すごいダボダボだね。うん、ダボダボだね。ちょっと周りがカリッとする感じに。そうです。はい、では卵を割っていきますけど、この上でいいの？うん、油跳ねないから気をつけてよ。1個いいよ、パパが1個やるよね。これはパパがやります。お肉がいい焼き色、いい感じで卵が焼き色、こう周りが焦げた方がいいそうです。美味しい。今ですね、これこんな感じにだいぶ煮詰まってきました。もうちょっと煮込むかな。黄身が膨らんでるって、黄身じゃない、白身が膨らんでる。で、今だいぶ煮詰まりましたので、こちらですね、スイートバジルの方をちぎっていってきます。混ぜてください。はい、だいぶいい感じ。はい、これぐらい煮詰まればいいんじゃないでしょうかね。よいしょ。はい、では火止めます。はい、こちらで今ね、ガパオライスっていうんですかね、初めて作ってみたんですけど、ガパオライスの具の完成でーす。りっちゃんどう？ピザみたいな。どう？卵がね、すごいね、周りにカリッとしてる。ではね、りっちゃん、これここに盛り付けていってほしいな。まずね、こちら今ね、ご飯の方用意しました、ね、うん、それで、卵をここ真ん中ぐらいのせまっていいかな。取れる？でしょ。
外側、唐揚げとか。あとね、お好みでこれブラックペッパーをね、あと最後ちょっとかけて。ご飯にかけた方がいいのかな。卵の上でいいですよね。あとはこちらね、最後飾りでバジルの方を飾ってください。こんな感じかな。うさぎさんの耳みたいかな。どうだな、こうでいいのかわかんない。はい、どうですかね。はい、こちらで見せて、ね、カメラの方に正面向けて。はい、こちらでパパ初めてですけど、こやこクッキングでガパオライス作ってみました。完成でーす。イエーイ。どうでした？美味しそう。美味しそう。どんな匂いする？さっきのナンプラーの臭い匂いする？うん、しない。紛れてる。紛れすぎて。どう？早く食べたい。早く食べたい。何が一番難しかった？お肉切るのが難しかった。本当に。ということで、本日のヤコクッキングは以上です。バイバーイ。